16ブロックは2006年のアメリカ合衆国のアクション映画。監督はリチャード・ドナー。主演はブルース・ウィリス。ニューヨークのダウンタウンを舞台に繰り広げられる追跡劇を描いている。NYPD のジャック・モーズリー刑事は勤務中にも飲酒するアルコール中毒者で妹のダイアンからもみ放される不良刑事だった。ある日、夜勤明けのジャックは帰宅しようとしたところを上司に 呼び止められ、午前10時の大陪審に承認として、出廷する囚人エディバンカーの護送を命じられる。夜勤明けを理由に断ろうとするジャックに対し、上司は裁判所のあるセンターストリートは NYCK 本部のあるパークローから16ブロック程度の距離だと言われて、しぶしぶ仕事を引き受け、エディを車に乗せて裁判所に向かう。車の中でエディは12時に、 大事な用事があるから早く証言を済ませたいとせかすが、やる気のないジャックは話を聞き流し、車を止めて酒を買いに行ってしまう。車に取り残されたエディは、不審な男に殺されそうになり、店から出てきたジャックは男を射殺して、エディを連れ出し逃走する。馴染みの酒場に逃げ込んだジャックは、応援を要請するが、そこに不良刑事仲間のフランク・ニュージェントたちが現れる。フランクは、エディは、 仲間の刑事を起訴するために呼ばれた証人だと語り、口封じのためにエディを殺そうとする。フランクたちが死刑内部の汚職をもみ消そうとしていることを知った。ジャックはフランクたちに向けて発砲し、エディを連れて再び逃走する。フランクたちは汚職に加担しているグルーバー文書長と組み、二人の行方を追う。ジャックはダイアンの家に向かい拳銃を調達するが、途中でエディが 大事な用事を果たすために逃げ出してしまう。地下鉄構内でエディを見つけたジャックは裁判所に向かおうとして彼と口論になるが、刑事たちと出くわし、二人は逃走する。エディは命を救ってくれたジャックに感謝し、裁判所に向かうことに決めるが、不意をつかれたジャックが撃たれて負傷する。二人は、フランクたちから逃れるために、チャイナタウンに逃げ込み、死刑の汚職を捜査するマクドナルド地方検事法に、 助けを求める。マクドナルドは迎えを送ろうとするが、内通者から情報が、フランクたちに漏れてしまい、二人は、フランクたちを振り切るために、バスに乗り込む。しかし、フランクたちにタイヤを打たれたバスは工事現場に追い込まれ、ジャックは乗客を人質にして立てこもる。フランクとグルーバーは、ジャックを精神異常を起こして、バスジャックを下刑事に仕立て上げ、周囲を特殊部隊で包囲する。ジャックは、 自分が助からないことを悟り、エディを乗客に紛れ込ませて解放し、乗客が忘れていったボイスレコーダーにダイアンに当てた遺言を残す。フランクたちは特殊部隊にバスに突入するように命令するが、エディが突入を止めるように叫びながらバスに戻ってくる。ジャックはエディを乗せてバスを発進させるが、特殊部隊に銃撃され、路地に追い込まれてしまう。 バスから脱出した二人だったが、エディが撃たれて、重傷を負う。ジャックはダイヤーに助けを求め、救急車に乗り込み裁判所に向かう。その途中で、エディは妹がいることを語り、彼女のいるシカゴに移住して、ケーキ屋になることを語る。ジャックは手当てを終えたエディに対し、汚職が暴露されて裁かれる。汚職刑事の中には、自分も含まれていると語り、彼に代わって、 証言を行うと語り、途中で救急車から降ろして一人で裁判所に向かう。裁判所の地下に到着したジャックは、フランクと対峙し、彼が無実の人間を死に追いやったことを責めて、抗論となる。フランクと別れたジャックは裁判所に向かい、警官たちにマクドナルドを呼ぶように要求する。マクドナルドに対して、ジャックはエディの犯罪記録を抹消することを条件に証言を、 引き受けようとするが、背後から、ロバートトーレス刑事に撃たれそうになる。しかし、ロバートは事情を知った、特殊部隊に射殺され、ジャックは、地下でのフランクとの会話を録音した、ボイスレコーダーを手に大陪審に出廷する。2年後、刑務所から釈放されたジャックは、ダイアンや友人たちに囲まれて誕生日を迎える。誕生会の席にはエディから送られたケーキが置かれており、シカ後で、 ケーキ店を開業したことを報告する手紙と写真が同封されていた。撮影中のブルース・ウィリスとモスデ・フロッテン・タメイトスでは161件のレビューが寄せられ、支持率56%平均評価5.910となっている。メタクレティックでは34件のレビューが寄せられ、63100点の評価となっている。 ザビレッジボイスのマイケル・アトキンソンは壮大に見せようとした小さな映画と批評している。ローリングストーンのピーター・トラバースは4つ、性満点中2つ星ファンを与え、ブルース・ウィリスとモスネフの2人を素晴らしいチームと称賛した。ロジャー・イーバートは4つ星満点中3つ星を与え、モスネフの演技をキャラクターのパフォーマンスはアクション映画では予想外のものだったと絶賛し、映画を 中年のアルコール中毒者にとってちょうど良い速度で行われた追跡映画と批評した。ありがとうございます。